ゴミの議員を日々理解する証言がありました。ほとんどの部分が実は重複する部分なんですけれども、質問の順立ての都合上ですね、質問の声をいただきながら、そちらも一応させていただかなければならないところがありますので、その分はお許しいただきたいと思います。私としては、先日公表されたいわゆる所属報告書とその評価、そして秘書が発言のあった再調査の判断の部分から、再調査となった場合に、本調査報告書の取り扱いがどうなのかということについて端的に伺いたいと思います。まず、衆議院に伺います。異例防止等対策委員会によってまとめられた、本調査報告書について、教育委員会は基本的にどのように、お考えになっているのか、またその内容については具体的にどのように評価をされているのかをまず伺いたいと思います。学校教育部長、篠田学校教育部長。調査報告書におきましては、いじめとして取り上げる事実のほか、教育委員会における重大事態の認知の遅れや対応方針の誤り、学校の組織体制の問題や当該生徒への支援の不足など、さまざま指摘されたところであり、いずれも教育委員会として深く反省すべきものと厳粛に受け止めております。今後二度と同様の事態が起こることのないよう、教育委員会自らが抜本的に改める姿勢で、学校で一丸となっていじめ防止対策に全力で取り組んでいかなければならないと厳しく認識していることでございます。委員長、福山議員。厳粛で受け止めるというお答えがありましたが、報告書の中にはいじめの認知には至らなかったといったこれまでの教育委員会の説明を非とする、つまり対応が誤りであったとする、そういった内容も含まれています。基本的にはそれらの部分についても教育委員会としてはその通りである、そういうふうに受け入れるということなのか、例えば異議を申し立てるような内容はないというふうに考えているようか、そのについての見解を伺いたいと思います。学校教育部長。学校教育部長。旭川市いじめ防止等対策委員会におきましては、令和3年6月4日の諮問後、学校や教育委員会、ご遺族などからの資料収集等や児童生徒を対象としたアンケート調査、児童生徒、教員、教育委員会職員、ご遺族などへの聞き取り調査などを行い、延べ45回の会議を開催し、中立性、公平性、専門性の観点から調査及び審議を行った結果として、答申がなされたものと認識しておりますことから、その内容のすべてについて真摯に受け止めているところであります。以上、横山議員。はい、異議等があるというところはないんだというふうに受け止めたいと思います。それではここからは市長に少し伺いたいと思います。9月20日の本会議において、市長再調査を行う判断をしたというふうに発言をされました。まずは市長はこの報告書内で基本的にはどのようにお考えになっているのか、改めて、ご答弁いただきたいと思います。まず市長、教育委員会に答申としてなされた調査報告書については、学識経験を有する委員各位の専門的見地から出された調査結果でありますので、極めて重く受け止めております。本市として今後の再発防止策には、この調査報告書の指摘や提案をしっかりと踏まえて検討してまいりたいと考えています。一昨日の市長の発言の中には、真相の解明に至っていない趣旨の言及もあったと私は記憶しております。では報告書の内容に対して、具体的にどのような評価をしているのか、真相の解明に至っていないというふうに考えている箇所、内容等が具体的にあるのかを見せて見解をいただきたいと思います。対策委員会の調査結果については、今後の再発防止策の策定に一定程度資するものと評価をしておりますし、委員各位においては膨大な資料の読み込みに始まり、
45回にもわたる会議開催など大変なご苦労をかけたと思っております。いじめがあったという事実認定や学校や教育委員会に対するご指摘など専門的見地からの報告については真摯に重く受け止めているところでございます。しかしながら私としてはそもそもいじめの定義づけで教育が見解に大きく隔たりを感じていることが事実認定に大きく影響していると考えておりますので、より専門的な視点からの再検証が必要であるという判断をしたのでございます。それでは、この部分ちょっとまとめてみたいと思いますが、再調査を実施すると判断した理由についてですね、先ほどの答弁とかにもあったんですけれども、改めて、お示しいただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、大学委員会の調査結果については今後の開発防止策の策定に必要なものと一定程度評価をしておりますけれども、ご遺族側から私に対して再調査の実施が強く求められており、またご遺族だけでなく私自身も今回のような痛ましい事案の再発防止を徹底するためには事実認定のさらなる調査や新たな視点からの再検証が必要であると判断したものでございます。答いただきましたように、報告書については重く受け止めているという答えがありました。しかしながら、それ自身がこのまま踏み入れていいのかと考えられている部分があると、またご遺族からの所見書からご遺族が十分納得いくものではなかったと認識するべきだと、そういうことを思って判断したというふうに受け止めたいと思います。ただその前までの委員の質疑の中でも、いくつか明らかにされましたけれども、何が再調査の諮問に事項となるのか、ご遺族が求めている項目を全て、再調査の対象としていくのか、もしそうなればですね、報告書全てが再調査の対象となって、この調査自体が、報告書自体がどんなふうに扱われていくのかなというところを、非常に疑問に思っているわけです。それで、今後再調査が行われるとなった場合ですね、この報告書はどのように扱われることになるのか、具体的には、例えばですけれども、再調査が開始されたと。そうすると、本調査の内容が、ありとか結論等が未確定ということで扱われて、それによって示されてきた今後再発防止などを踏まえた、さまざまな検討も再調査の結果が、再度確定するまで、例えば着手できないというようなことは起こり得るのか、この上自体の見解を捉えたいと思います。市長。いじめ防止対策推進法第30条第2項に基づく再調査は、調査結果に対する調査とされており、調査報告書の調査の対象にはなりますが、同法第28条に基づく結果は、一つの事実として変わるものではありませんし、学校や教育委員会の問題点の指摘や改善策の提案に対して真摯に重く受け止めているところでございます。このため再調査を行いながらも改善すべき点は一刻も早く着手し、今後の再発防止策を実行してまいりたいと考えており、再調査の結果が出た際には必要に応じて再発防止策の改善を図ってまいりたいと考えております。教育委員会はすでにですね、今後の再発防止の取り組みとして多少いじめ防止条例の制定に向けて検討しているということが明らかになっていますけれども、例えて再調査となった場合ですね、その取り組みはこのどのような取り扱いになっているのか、再調査の結果によっては進めている取り組みを再検討しなければならないという可能性の話ですけれども、そういうこともあるのではないかと思いますが、再調査となった時の多少いじめ防止条例の制定に向けた取り組みにつきましては、これまで調査報告書の再発防止策を条例の内容に反映させる必要があると考え、骨子案の作成等を進めてまいりましたが、再調査において学校及び教育委員会の対応に関する
調査検証や再発防止策が諮問されることとなれば、再調査の結果を条例に反映させることを考慮する必要がありますことから、条例の制定時期については今後の再調査の諮問事項を踏まえ再度検討しなければならないものと考えております。また条例制定以外の取り組みとして、調査報告書において提言された11項目の再発防止策につきましては、再調査の結果を待つことなく早急に具体化に向けて検討し、実施できるものから速やかに取り組むとともに、教育委員会や学校の組織体制など新たな仕組みの創設や抜本的な見直しを要するものについては、市町部局や関係機関とも連携をしながら検討は協議をしながら検討を進め、実現に向けて精一杯取り組んでいます。以上、岡山議員、秘書なる教育委員会にもご承認いただきましたが、私も本報告書を手にして、詳細を読んでみたつもりですが、抜粋されている部分もたくさんありますので、具体的に評価をするということはちょっと難しいかなというふうに考えていますが、報告書で示された事実認定等の名について、市長及び教育委員会が多く受け止めているということは十分理解をしたつもりです。同様に私も受け止めて、いるところです。ただ、ちょっと危惧されることは、再調査となった場合ですね、具体的にどのような諮問内容になるのか、それはこれから明確になっていくと思われますけれども、市民感情からすればですね、じゃあ調査はやり直しなのかということ、この調査、今回出た報告書は、未確定というふうにただ扱われることなのか、いや、そうじゃなくて、今回の調査報告書のこの部分が未解明だから、または疑義があるから、その部分を再調査するんだよというような形で、やっぱ明らかにしていかないと、市民の受け止め方が変わってくるんじゃないかと、第三者委員会の評価、今回行われた第三者委員会の調査についてもですね、やっぱ評価が分かれることになってくると思います。市長についてはそこを明確にした上でですね、今後の対応を進めるべきであるということを指摘して、私質問をさせていただきます。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひこのテロップ出てると思うんですけども、こちらまでご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。